前行ってさ、なんか一緒に寝ようねって言って、言ったら、その時はびっくりするよ、私。いや、いいよ、だからもう、その多分お前ほいずらかくよ、俺のチンコみたいな。でかいって、だから。信じろって。でかいって。じゃあもうこういうこと言うんですよ、女はみんな。みんな。だってあんたちっちゃいんだ。知ってるもん。ちっちゃくないよ。目がちっちゃいだけだよ。知ってるもんね。何をだよ。知ってるわけないだろ。まだ、だってまだバージンの、まださ、そういうね、あの、幕開けないのに知ってるわけない。あんただって FC2 で出しすぎなんだよ。あれは違うもん。あれはまだちっちゃい時だもん。そんな出したって俺。サボだ、やばいぞ。こいつのやばいぞ、こいつ。いや、でかいよ、俺。はい、おやすみ。サボだ、おやすみ。でかいのしんどいよな。うん、なんか。俺、すごいでかいの。ドラグノフみたいな。なんかこいつバレルがドラグノフ。本当に、ついてます。違う違う、バレルがすごい長い。ロングバレル。うん、ロングバレルじゃねえよ。いや、ロングバレルなんだよ。うん。俺、尺ある。俺勃起すると尺ある。いや、勃起すると尺ある。ほんと、膨張率がすごいんだよ、ほんとに。こたつ持ち上がったの。玉の方がでけえからな、こっち。まあ、玉はでかいけど。うん。玉はでかいけども。うん。サコタ。サコタ寝たよ。うん、サコタ。そう、ハイサイクルだしな。もうすごいよ。ほんとに。ダメよ。ほんとに。もう。で、しかも、拡張マガジン使ってるから。あんたね、あのね、会員もね、ダメよ。カインはこいつはもう変態ですよ。こうこたつだ、この間俺こたつの中で勃起した時に気筒やけどしたもん。長すぎてその熱くなる部分に気筒がジュッてついて焼き鳥の匂い。聞いてないからね。え？聞いてないからその。いや、うん、まあそうだけど。うん、まあじゃあ、うん、じゃあ掃除手伝ってね。暖房。掃除手伝うのはいいけどさ。うん、あんたもダメよ。何が？うん、基本的にダメだね。何が？え、そうかな。全体的にダメでしょ。そうかな。うん、ダメじゃないって自分では思ってるんだけど、結構、うん、結構有能だなって自分では思ってるんだけど。え、何、どこは有能なの？いや、もうなんか気の利くとことか。いや、なんか FBI レベルの。あ、もうすごいすごい。あの、やっぱあと勘が鋭い。うん、いやいや、全然ダメだから。あと結構関節が柔らかい。私意外とだって、うん、私にすら柔らかいって言われるよ。ん、うん、背がでかい、うん、背がでかいって、それ私あんたより背がでかいんで。まあ背がでかいからってマウント取んじゃねえよお前。背がでかいからってマウント取ってんじゃねえよな、うん、他の場所はもう全部買ってる。あ、じゃあ私2回転で行くからね。え、2回転うん、うん、普通に表情で2回転できるよ。どういうこと？あ、何、あのアイススケート？うん、俺空中前回りできるよ。空中前回り。お前何回でもできる。できる。じゃあお前公園行こうぜ。そしたら、あ、いいよいいよ、あったら公園行こうよ。絶対できるもん俺空中、うん、俺言われたもん小学校かまじょで、うん、空中前回りの鬼やって言われたもん。回りすぎつまらない、うん、つまらないもんな。いいよいいよ別に、あの、うん、周りがどう思うと2人の問題だから。うん、うん、いや、あのこれはね、2人の喧嘩だからね。あんただって絶対 言ったね。いいんだよ俺は、うん、あの言ったね。あのね、俺ね、なんかあの何て言うんだろう、結構あけっぴろげな女が好きだから、そのなんか、うん、黙ってるよりもいいんじゃない。だってもうカインはね、あのなんか好きなのにね。カインはダメだよこいつは。なんで会員だって、もう別に私あの結構会員の小説楽しかったもん。あ、まあね、まあ変態だけどね。そうよ、もう気が狂うよあんなの言ったら、うん、ということでね、まああのとりあえずねこの枠で終わるけど、まあ報告まで一応、まああの彼女ができました。報告でこれ来たら結構な感じで、うん、どうよ、うん、どういうこと？ごめんね、なんか報告でこれ、ね、だ、そういいよ、やっぱリスナーに俺は嘘ついたこと一回もないから、うん、いや、ないかどうかは分かんないけど、付き合わない、付き合わないって思ってるでしょ。意外と付き合うからね。そう、付き合うんだよ。いや、猫間とは違うでしょ。うん、うん、どうする、猫みたいな猫間、どうもーって言って、で、何あったら猫間だったっていうの。俺帰るよそのまんま。ありがとう。猫間だったらどうすんの。
2コマだったら俺はもうこの枠のタイムシフト消す。もうでなかったことに。どんだけ嫌なの。大嫌いだもんね。え、あの女にないでしょ。だって足の顔知ってるでしょ。知ってるよ。サメちゃんは。うん。まあ、猫間ではないと思うけどね。ただ女は化粧で化けるからわかんないね。すっぴん猫間かもしれないし。え、じゃあすっぴんだとで、じゃあ、ああ、じゃあ送って、素で配信してあげるよ。あ、配信わかったわかった、了解。うん、猫間以下はないで。猫間以下ってなかなかいないよ。多分チンチラぐらいじゃない。猫間以下って言わないじゃないって。あれ言ったら俺殴っちゃうかもしれない。何、フーってダメなの。だ、もう無理。あれ何、あの要するに、やなんか相槌でなんか言った瞬間うーんとか言うの、あの女。ほんと無理あれ。あ、どうもありがとうね。でもなんか、うん、サメちゃんのリスナーさんたち、どうもありがとうね。はい、本当にこれあのね、まあ、とりあえず、うん、あの本当にあの2020年いい感じになるのかなっていう、うん、本当ね、おめでたいかなっていう。うちはね、まあ、気長に、ね、その気長にね、二人の、うん、その人生を、まあ、共に歩むパートナーができた。え、じゃあ顔、顔見せる、送ってあげようか。うん、じゃあ送って。え、配信で見せていいの？ついに話すよ。あ、いや、あ、話して。あ、おお、うん、え、何今、LINE、え、え、LINE アプリを、いや、え、ビデオ通話、え、うん、うん、ビデオ通話するからさ。うん、じゃあ今しなよ。え、うん、え、私のすっぴんなんだけど。じゃあいいじゃん、すっぴんなの。あ、正気なの。おー、いいよいいよ。トンチだね。俺もすっぴんだもん、今ある意味、うん、俺歯がすっぴんだもん。あ、私、お前すっぴんかもしんないけど、うん、こっちすっぴん、ずっとすっぴんなんだよ。俺は歯がすっぴんだよ。うん、それ歯抜けでしょ。はい、いいよ。だからちょっと見せてみなよ。やった。いや、猫間かもしんないもん、これ。え、猫間かもしんないのか、私。そう。どうやってやればいいの、送れば。え、だから普通に、あの、ビデオ通話にするだけ。ビデオ通話ってどうやってやるの？あの、真ん中押すんじゃない、多分。真ん中？うん。いや、なんか、歯抜けの男しか見えない。ひどくない？歯抜けの男って、それ俺だよな。多分俺だよな、それ。そうよ。俺かな、うなちゃんなんかな。うん。ゆいがの可能性もあるか。あ、やべ、やべみだ。ん？うん。そうね。俺もそう思う。画質、高画質、うん、え、なに、インニューパンないんだけど。え、なに、配信しようとしてんの？今。うん、だって顔見せてほしいんでしょ。じゃあ、じゃあ、LINE でビデオ通話でいいじゃん。LINE でビデオ通話するの？うん、うん。サムさんに。そう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 。ああ、はい、はいはいはい、来た。ちょっとやばいんだけど、なんか眉毛ないからさ。まあ、あの、まあ猫間ではないな。猫間じゃねえよ。お、まあこれが僕のマイワイフ。え、見せてんの？あ、見せてるよ。やばいよ。やばくないよ。ちょっとサコさん、サコさん、サコさんもいねえよ。サコさんもいねえよ。やだ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 。うん、大丈夫。そう、知れてないって。全然ね、まあ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 、まあ中の上。中の上。中の上。あ、なんか寝巻き着てさ。まあ上の中か。顔見せてるんだからさ、ちょっといい感じに言って。あ、じゃあ分かった。今度もうガチ盛りでね、ガチ盛りの顔も。もう尺ダンスしまうか。どういうこと？ダンスしまうの。やばいんだけど、なんでなんか、なになに、サミちゃん、なんで、普通にだって。んサミちゃんの方がブサイクじゃん。なんで今そんなこと言われなきゃいけないの？まあ、なんで俺別にあなたのことブサイクって言ったのに、なんでサメちゃんの方がブサイクじゃんって。なんで今俺傷つけられなきゃいけないの今。今俺がかわいそうだってね、みんなね。今俺何にも言ってないのに、サメちゃんの方がブサイクじゃんって。なんでいや、そうかも。いや、だから今なんでそんなこと言われなきゃいけないのって言ってんの。サミちゃん、サミちゃんブサイクでしょ。は？何、どういうこと？ブサイクでしょって。いや、サミちゃんブサイクじゃん。いや、それは分かんない。見方によるんじゃない。だってね、リスナーさん、そうじゃんね。いや、それは分かんないけど。いや、ブサイクではないでしょ、別に。あー、もう、ブサイクだわ。
か。いや別に、あ、ブリリアントグリーンのボーカル、あ、似てるね、あのトミー・フェブラリー、うん、タイプだね、似てる似てる、うん、そう色白、うん、まあそんな感じ。まあサメちゃんはうんうん、オキサイトだよ。なんでそんなこと言わない、なんでいきなり俺が別にあなたの顔を何も否定してないのにサメちゃんとかブサイクちゃんって声高らかに言われてすごいかわいそうだと思う今俺。彼女言った、うん、ブサイクじゃない、ブサイクじゃないと思ってる、ブサイクじゃないと思ってるよ、うん、正直自分ではジョーの下だと思ってる。ないないない、なくねえから、なくない、ないないないから、ないないないからないから、あるから、あるから、いやいや、もうジョーの下だよ、ジョーの下だよ、ジョーの下、まあ、ジョーの中まではいかないかなぐらい、まあ87点ぐらい。サムちゃんは普通にセクだよ。なんで真顔で言うの？なんで真顔でそういうこと言うの？うん、サムちゃんは普通にブサイクだよ。はい。うん。いやいやいや、いやちょっとね、俺がブサイクかどうか関係ないでしょ別に。なんでそんなこと言わなきゃいけない？なんでブサイクとか言わなきゃいけないんだよそんなこと。うん、ブサイクだ。じゃあブサイクじゃないもんだって別に。俺おばあちゃんに言う、あんためん、あんたもう本当にイケメンやわって言われてたもん。え、おばあちゃん、そう思ってるの？おう、サメちゃんまさかブサイクじゃないと思って。いやブサイクじゃないよな、全然な。どこが？どこがって、そのまああのほら鼻立ち。いや、普通にブサイクだから。大丈夫。おい、ロープ持ってこい、誰か。ロープ、首吊るロープ持ってこい。うん、今から首吊ってやる。怒んないよ別に、だって俺別にそんな気にしないもんそんな、うん、だブサイクだと思ってないんで自分で、うん、ブサイクだよ。いや全然イケメン、うん、あの私眉ないけど、うん、でも今のもエナシス状態よりも、うん、サムちゃんひどい顔してるよ。鼻水出た。そんなことないの、うん、そんなことないの、ね、猫マートどこどこやないな、猫マーだってすっぴん香港だよ。いや、色白、色白、すごい色白。ごめんね。白いよね。白い、白い、白い。さすがロシア。極東の女。え、だから、うん。サメちゃんってかっこいいんだけど、うん。どっちだ？ひどいよね。え、どういうこと？何がひどい？うん。だからイケメンだもん。だって自信あるもん。え？え？え？え、いや、だから、自信あるもん、自分の顔立ちに。いや、俺、脳整形でこれだもん。え？いや、歯がないだけだもん。歯がないからそう見えるだけ。歯があったらもうすごい。私も整形してないもん。いや、俺も整形してないもん。歯だってもうナチュラルだもん、これ。私は歯じゃないけど。で、そんなん自慢すんな、歯を。歯を自慢すんな。うん。まあ、ということで配信終わりますね。あと1分で。ね。あのまあ彼女さんがまあ僕にもできたので、うんうん、あのどっちもあってね、え、どっちもあって言うだけでしょ。何が、なんて、取っちまうよ。え、なんて、歯を取っちまう、取っちまうよ、マウント取っちまう、おー、と取れるものは取ってみな、またね、うん、はい、うん、え、でもサムちゃんさ、うん、はい、はい、何でしょう。え、でも私、うん、白いな、色白いね、色白いね、うん、あと色白いし顔が赤い、酒だな、うん、あの多分大丈夫、あの、うん、でも色白い、真っ白、本当に、うん、もう例えるならば、うん、小麦粉のような色だ、うん、うん、え、目見えなくなっちゃうからちょっとごめんね、うん、もう寝ようね、眠そうだからね、眠いんじゃないよ、うん、まあ俺ももう寝るしね、はい、またね。うん、分かったよ。はい。じゃあね。はい、バイバイ。バイバイ。じゃあ、お前じゃない、配信に来てんの。あ、いいですよ。ごめんよ。そう、配信にバイバイって言ってんの。あ、ごめんね。あ、いいよ、いいよ。